きな綾鷹は茶葉の甘み、うつ主のしらすかもしれません。通常派のマリサだ。イエモン派のマキです。何これ？今回はガチエリアね。縦振りでエリア確保しつつ、丸ミサで敵を排除してくよ。いやいや、その前に、なんだよこの統一感たっぷりの編成は。バリアブルが4、ノーチラスが3、ハイドラが1。面白いなぁ。ステージは間違いね。そういえば村沙は？そういえば見てないな。あ、村沙だったら、中二病になる薬飲まされて体の制御が効かないって言ってたわ。動けない。そうか。ローラー使いといえば村沙だったし、せっかくなら来て欲しかったけどな。仕方ないから俺がやるよ。中二病は仕方なくないだろ。ちなみにローラーは得意？普通かな。普通の時はダイナモ別注をよく使ってた。別注とか懐かしいな。私はケルビン52を別注使ってたな。2にはそんな武器があったのね。マキさんは3からだもんね。今度初代とか2とかやってみない？うちに Wii U あるし。初代は Wii U なんだね。マリオカートならやってたな。今度俺が作った最新ゲーム、スーパーマリサカートを実況しよう。なんだこのゴミゲーは。ほら、くだらないことばっか言ってっから、カウント進んじゃってるぞ。バリアブル艦隊だし、圧勝だと思ったんだけどな。ほら、ダブル丸ミサ炸裂だ。あかんなそうだね。黙ってろよ。ほら、まだカウント動いてるわよ。おい、お前、何もたもたしてるんだ。塗り替えるぞ。なんか怒られてるし。たく、困っちゃうな。あんたに言ったんだと思うよ。ちいかいよ、カーオが。やった、1キルした。謎のポジティブ。やっぱりバリアブルだと、こういうに分割されたステージだと一振りでカウントストップできるからいいね。14まで進められてるから、結構危ないぜ。思ったけど、相手長射程だらけだからバリアブル艦隊だと結構不利よね。ハイドラに関してはチャージ中を狙うしか。でも塗りはこっちの方が強いし、まあトントンってところか。これヤブラとかだったら終わってたな。それにこっちには丸ミサがあるもんね。カウント止まってるけど、まあ大丈夫でしょう。お、ワイプアウトだってよ。飛車逆転のチャンスや、俺らがスピナー艦隊に負けると思うなよ。あんなに劣勢だったのに一瞬にして。まあ、バリアブルだからね。理由になってない。これは敵陣地に乗り込めそうだけど、ここはあえて柱付近でバシャバシャして、攻めてきた奴がチャージしてる間に潰してやろう。やっぱ、かなり弱気よね。だって何を言おうと相手は長射程艦隊、近づく前にやられることもしばしば。あのね、今まで何回も言ってるけど、もう一回改めて言うね。おめえが下手くそなせいだよ。うるさい！お前スプラ何年やってるんだよ。2の初期から始めて、面白かったから初代も買ってずっと遊んで、3は予約して買って今に至るので、ざっと5年といったところでしょうか。5年の腕前ではないよな。少なくともこれはまだマキさんの方が上手いと思うぞ。マキさんは期間で言うとどのくらいよ。1年弱よ。邪魔だよ。それじゃあどいてもらおう。ちょ、はっはっは、元卓球部を舐めるんじゃないぞ。うわーん、マリサー。てめえ何マキさん泣かせてんだー。ちょっとそこで待ってろ。よし、これでいいだろう。卓球台投げんのはいくらなんでもあかん。人の顔面に本気スマッシュの方がありえんわ。もう、せめて5年目くらい言ってよね。ごめん。こっちは残り27か。結構進んだな。やっぱり塗りが強い分、カウントストップしやすいからね。塗りバーサスキルってとこかしら？まあ、そんなところだろうな。またエリア取られた。27まで進めたとはいえ、結構危ないな。ここはバリアブルの強強塗りで、一気にカウントストップまで持っていきます。こうやって地道にやっていけば、すぐに塗り返せるでしょう。よし、ここで丸ミサ炸裂だ。さてさて、当たるかな？当たる前に味方さんが倒したな。俺のキル返せよ。んなこと言ってると友達できねえぞ。そんなんみんな知ってるわよ。うるせえ。ちょっと本気で何言ってるかわからない。蹴り殺すぞお前。とりあえずエリア取れたから、このまま守っていくよ。あー、味方さんやられちゃった。よし、今助けに行くよ。もう敵死んでるよ。どんだけ驚くねん。ちょっと本気で何言ってるかわからない。お、そろそろカウント動きそうだな。27だったらすぐノックアウトいけそうね。それもこれも全部、うつ主の腕前次第だな。いや、味方さんが何とかしてくれる。もうこのチャンネルの名前ゆっくりタリッコンガンとかでいいんじゃない？あ、それがいいな。言い訳あるかい。ほらほらお待ちかねのカウントリ。うつ主の命と引き換えにリードしました。舐めやがってよ。
ってストップされてんじゃない？いやいやいや、あと6だよ。塗り返せるよこんくらい。しかも残り30秒切ってるから、大丈夫大丈夫。バリアブルの塗り力だったらいけるかもしれんけど、ウプ主の実用いかなく。汚い。ああこんな時ムラサがいればな。そういえば次は私の回だからって言ってたな。次はやらせてあげましょうか。ムラサだったらダイナも使いこなしてくれるはずだよ。20キル以上は余裕だよね。あんまプレッシャーかけるんじゃねえぞ。ほら、さっさと塗り返してきなさい。でもあと5秒だし、スパジャンしてる時間もないよ。結局ほぼ貢献できずに終了。ということでよろしいですね。5年やってるんだけどな、なんでいつまでも下手くそなんだろう。まあ、やっては飽きて、やっては飽きての繰り返しだからだな。5年ぶっ通しでやってる人とはまた違うぞ。勝てたんだしいいじゃない。